はい、どうも、ヒアレでーす。どうも、カイノリスです。今日なんですけども、はい、今日の深夜なんですけども、はい、トラビス・スコットの本家サイトの方でですね、トラビス・スコットとフラグメントとエアジョーダン・ワン・ローのコラボなんですけども、こちらの方が、抽選販売の方がね、ゲリラ的に始まったということで、ちょっとそのあたりの模様とね、あと同時に発売されたアパレルの話をちょっとやっていきたいなというところですね。はい、他にも何かあるんですか？ US のナイキで発売された、はい、トラビス・スコットとフラグメントエアジョーダン・ワン・ローのコラボの、うん、まあ、リークなんですけど、うん、トータルのストック数と、はい、あと発売されたパーカーと T シャツと、ショーツあったじゃないですか。はい、それのね、一個一個の、うん、まあ、ストック数の方もリークに出てきているので、はいはいはい、それをお話したいのと、あとね、気になる、エアジョーダン1シリーズで、今月後半に発売されるポレなんじゃないですか。はい。の発売の情報であったりとか、はい。あと、エアジョーダン5の話であったりとか、うん、ちょっとしたいなと思うんですけど。はい。このチャンネルでは、スニーカーやファッションに関するリーク情報や、最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方が出ない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々 Twitter と Instagram の方もやっておりますので、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、はい、じゃあ早速なんですけども、昨日いきなりでしたよね。そうですね。はい、夜中のね、2時20分頃ですかね。はい、ちょっとお酒飲んで結構酔っ払ってたんですけど。そうなんですよね。はい、その時間帯に、トラビス・スコットのウェブショップの方から、うん、トラビス・スコットがね、うん、こういったナイキとのコラボであったりとか、まあ、マグナーの時もそうだったんですけど、はい、発売する前っていうのは、その登録しているね、うん、メールの方に、まあ、通知が来るって話してたんですけど、来てまして、うん、夜中の、2時20分頃だと思うんですけど、ね、こんな形で来まして、うん、ですぐに、サイトの方を見ると、うん、またその時は、トラビス・スコットとエアジョーダン・ワールド・フラグメントの、うん、なんですかね、抽選の方が始まってなかったんですよね、またね。はい、そうなんですよ。なんですけど、その中、アパレルがね、もう買えるようになってまして、アパレルの方、まあ、ずらっとこんな形で来てまして、うん、ちょっとびっくりしたのが、日本のブランドのマスターマインドってあるんですけど、はい、それとのコラボがね、混じってるんですよね。そうなんですよ。はい。まあ、まあ、帽子であったりとか、うん、ベルトであったりとか、はい、まあ、T シャツであったりとか、パーカーであったりとか、ショーツであったりとか、まあ、こんな形でね、うん、シューズのいわゆる抽選の下にそういったページがあって、はい、まあ、なんすかね、始まるまでちょっと僕はそれ見てたんですけど、うん、まあなかなかこのね、抽選の方が始まらなくて、うん、始まったのがね、だいたい4時20分ぐらいでしたっけ。そうなんですよね。それぐらいでしたよね。僕はね、はい、ずっとね、監視してました。あ、ですよね。僕も一応起きてたんですけど。10分おきに監視してました。はい。まあでもちょっと飲んでたんで、うん、結構ね、眠気に襲われながらも、そうですね。いう感じだったんですけど、まあようやくこういった形で、抽選の方が始まったんですよね。はい。これがだいたい4時20分ぐらいだったと思うんですけどね、うん。始まりまして、で、まあこのジップコードといいますか、ポストコードの方を入れたりとか、うん、あとまあ名前入れたりとかっていうふうにね。はい。いうふうに、まあ前回の、ハイの同様、まあ同じような、抽選の仕方だったんですけど、はい。はい、で、僕らは一応これコメントの方で日本に送ってくれるかもしれないっていうのはコメントいただいてたんですけど、はい、僕はこの時一応ね、もう、用意してた転送サービスの方の、うん、まあ、住所のね、まあ、ジップコードの方を、ね、入れたりとかしたんですけど、はい、はい。まあ、そう、同じことやったんですよね。そうなんですよ。僕はね、抽選の申し込みはね、したんですよ。で、その前にですね、はい、まあ、待ってる間といいますか、時間があったんで、このアパレルの方もね、実は購入したんですね。あ、言ってましたよね。はい、あ。まあ、アパレルの方なんですけども、はい、この中でね、僕気になったやつが何点かありまして、はい、1つは、まあ、T シャツをね、4点ほど買いましたと、こちらなんですけど、はい、あと、ソックスですね。はい。ありましたね。はい。はい、あと、パーカーも買っちゃいましたね。はい。このパーカーは、フロントにマスターマインドって書いてるやつですよね。そうです、そうです。はい。これコラボですよね。コラボのやつ。はい、はい、ショーツもあったんですけど、ちょっとね気になってるんですけど、はい、届くのがね3、4ヶ月後なんですよ。そうですね、もしかしたら伸びるかもしれないんで、そうですね、短パンがどうしようかなというところですね。はい、はい、まあ、カラー合わせたかったかなっていう感じなんですかね。はい、僕の方なんですけど、はい、キャップの方もね一瞬買おうかなと思いまして、うん、カートに入れたんですけど、はい、送料を入れるとすごく高かったんで、はいはいはい、で前回僕カウズとフラグメントとトラビス・スコットのコラボのディオス買ってるんですけど、はい、まだ届いてないので、そうですね、まあまあ今回いいかなっていうふうな。あ、はい。いや、買わなかったんですか？結局、アパレルは買わなかったんですね。はい。ちなみに今、送料の話出たんですけど、僕ら4点買ってですね、これ、ビンチブランド高いように、はい、93ドルも。約1万円ですね。約1万円送料かかって。そうなんですよ、ね。高ってもね。これ一体、関税どんだけ組むやろうと思いながらね。はい。はい。まあ、トータルで、411ドルなんで、まあ、4万5000ぐらい買っちゃうかなっていう感じですよね。はい。はい、まあね、一気に届くのか、個別で届くのかちょっとわからないですけど。ね、はい。まあまたこのあたりもね、届きましたら、こちらで紹介していきたいなと思います。で、話を元に戻しまして、はい、抽選をね、はい、終わった後ですね、はい、しばらくの間、
待ってはいたんですけども、ね、そうなんというのも、ウィナーは、うん、まあ、勝者というか、今回、当選された方は、うん、30分以内に、うん、決済してくれっていう話なんですよね。まあ、メールかなんかで通知が来る。ああ、そうなんですよ。来るんですよね。はい。で、それが大体、受付が終わってから2時間以内っていうふうに書いてたと思うんですけど、はい。はい。まあ、その間、待っておかないといけないっていうね、うん、いうことなんですよね。でね、はい、僕ね、朝の7時ぐらいまでは待ってたんですけど、はい。結局来ませんでした。あ、そうなんですよね。ということで、はい。抽選ね、外れてしまいましたと。そう、ね、ラストチャンスやったかもしれないですけども。ちなみに、インスタグラムの方で、うん、当選されてる方が投稿されてたんですけど、こんな形で当選されてました。ああ。で、あとはもう決済するだけみたいな感じのページをね、上げてる方がいらっしゃいましたね。羨ましいですね。はい、羨ましいですね。はい。リークで見たんですけど、はい、これ一昨日に確か見たリークなんですけど、うん、パリの方で、一応ね、今回のトラビス・スコットとエア・ジョーダン・ワールド・フラグメントのコラボなんですけど、うん、スニーパスあったみたいなんですよね、これ。あ、そうなんですか。こういった投稿があったんですよ、ね。はいはいはい。まあ、日本は今回なかったんですけど。そうですね。なんか、US でのストック数が出てるんですよ、ね。そうですね。はい。US ナイキでの発売されたストック数のが出てきてるんですけど、うん、この間ね、リークで、スニーカーで売られる在庫は2万足ぐらいじゃないかという話してたんですけど、ストック数の情報が出てきてまして、エア・ジョーダン・ワンローとトラビス・スコットとフラグメントのコラボに関しては、うん、約ね、1万9000足ぐらいでしたね。ああ、そうなんですね。はい、こういった風に出てきてるんですけど。うん、はい。で、あと、アパレルの方も、パーカーであったりとか、はい、ショーツであったりとか、T シャツの方がね、発売されまして、うん、まあ、ストックスも出てきてるんですけど、はい、あくまでアメリカの話になるんですけど、うん、トータルでね、1万って書いてましたね。ああ。まあ、1万アイテムほど売られたみたいなんですけど、うん、これね、よく見ると、アパレルのね、表記サイズちょっと分けてあると思うんですけど、はい、M から XM に関しては結構ね、在庫あったなっていう感じですよね。そうですね。XS とか S の倍あった、はい。そうなんですよね。はい、はい。まあこういった風に、まあ、記載もされてたんで、まあこれあくまでリークなんですけど、うん、こういったものが出てきてましたね。はい。まあ、結果的になんですけども、はい、まあ我々はもう、そう、惨敗でしたね。惨敗ということですよね。はい。まあ昨日の生放送でも話してるんですけど、はい、まあ、エンドの方もね、落ちてましたし。落ちてましたね。日本で、抽選できるとか全てしてるんですけど、うん、落ちてるので、本日ね、まあ、早朝に、まあ、最後のオンラインチャレンジと言いますか。そうなんですよね。したんですけど、まあ、そちらの方もね。まあ、ダメだったと。そうですね。まあ、これでね、はい、まあ、一通り戦いは終わった。終わったかなって感じがしますよね。まあ、またなんか抽選情報出てきたらね、はい、動画でお伝えしていきたいなと思うんですけど、ね。はい。今日はゆっくり寝れそうですね。そうですね。はい。昨日ちょっと監視してね、なかなか寝れない。ほとんど寝てないんでね。そうなんですよね。そうなんですよね。はい。まあ、今回無事に、はい、ゴテムできた方おめでとうございます。おめでとうございます。羨ましいですね。羨ましいですね。はい。まあまたね、もし抽選情報とかがね、出てきましたらこちらの方でまた紹介していきたいなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、続いてなんですけども、はい、シャッター版の情報が出てきてますか。そうですね、はい、8月26日発売予定の、うん、まあ、これ海外になってるんですけど、はい、エアジョーダン1ロー OG の、うん、まあ、シャッターとバックボードって言われて、まあ、一応スターフィッシュっていうね、名前が通称についてるんですけど、はい、そちらの方が日本のね、発売の情報っていうのはまだ出てきてないんですけど、アメリカのスニーカーズの方で発売が来てるので、まあ、今後日本のね、スニーカーズにも来てほしいなっていうふうに思うんですけど、ひょっとしたら同じ日に来るかもしれないですね。知らないですよね。もしね、この、シャッターとバックボードのエアジョーダン・ワン・ローの OG の方が8月26日に日本にも来たらですね、うん、結構ね、まあ、地味って終わるかもしれないんですけど、うん、8月後半のリリースって結構多いんですよね。そうですよね。ポレンとかもあるので、うん、はい、で、そんなポレンなんですけど、イギリスのエンドクロージングの方でこんな形でも抽選が始まってるので、はい、また気になる方は見てもらえばなと思うんですけど、うん、やっぱりエンドクロージング価格といいますか、日本だと大体1万9000円になると思うんですけど、うん、まあ、プラス5000円ぐらいの値段がついてるからっていう感じです。で、ここからね、送料と、関税もかかるので、さらにもっと値段がかかるかなと思うんですけどね。なるほど、なるほど。はい。まあ、ポレン気になるっていう方いらっしゃったんで、はい。はい、まあ、エンドクロージングの方でこういった形で来てますので、はい。まあ、日本の発売は8月23日に、スニーカーの方に来てるので、はい、そうですね。はい。僕らそれはオンラインチャレンジしようかなと思ってるんですけど、はい。はい、あとですね、まあ、ナイキの話のつながりで、うん、ラッパーのドリンクが、はい、ナイキとの新しいコラボといいますか、まあ、プロジェクトで、うん、ノクタっていうのをずっとやってるんですよね。はい。はい、で、今年の秋頃に、まあ、フマラの名前の入ってる、うん、オールホワイトのスニーカーを発売するんじゃないかって言ってた中、新しくね、アパレルができてるんですけど、はい、で、こんな形で、ね、ゴルフって書いて、ナイロンジャケットのようなものをドレイクが着てるんですけど、これはね、前に一回だけね、多分リークで紹介してると思うんですけど、それ以外に、なんかアイアンであったりとか、はい、ゴルフのボールにね、そのノクタのマークが入ってる、こういったリークが出てきてまして、はい、こういったものも発売するみたいですね。あ、そうなんですね。はい、おそらくなんか全身で、まあ、トータルコーディネートできるように、
なんか販売するような感じがするんですけど、うん、ちょろちょろなんかこういったものが出てきてるので、画像で。うん、はい。まあ、まだこの辺は分かれば。そうですね。はい。はい。あと、エアジョーダン5の話もあるんですか？あ、そうですね。以前から、今年のね、秋以降に発売されるんじゃないかって言われた、モック画像で出てきてなかった、うん、ジェイドホライズンって言われるような、カーキのカラーの、エアジョーダン5があったんですけど、はい、こんな形で持ってる方も出てきてまして、うん、はい。ほぼね、モック通りと言いますか、はい。はい、見た瞬間におそらくあれのことだろうなって分かるような、実物の投稿やったんですけど、うん、こういった形でエアジョーダン5のジェイトホライズンが出てきているので、うん、発売の方がね、おそらくリーグで出てきた12月4日っていう風になっているので、撮ってる方の動画がこうやって出てきているので、うん、まあ、12月4日におそらく発売されると思うんですけどもね。そうですね。はい、まだこの辺情報が分かれば。はい。はい、今日冒頭でご紹介したのトラビス・スコットとフラグメントとエアジョーダン1ローのコラボの、まあ、ゲリラ販売だったんですけど、はい、僕らはね、まあ、激チェと、はい、いうことなんですけども、まあ、抽選ではないんですけども、はい、まあ、オンライン販売の方でアパレルの方はね、ちょっと買ったので、はい、まだ届いたらね、そうですね、だいぶ先なんですけども、3ヶ月ぐらいで。さっき僕のカズとのコラボのが、そうかもしれないですね。もしかしたらね。はい。はい、またこの辺り届きましたらね、はい、動画どんどん紹介していきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。フィアレスでした。カイドルです。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.